楽しく上手にお金と付き合う小林正官立派な人格者にならなくていい欲深い人でいい損得で考えるある時ため息をつきながらこんなことを言う方がいました正官さんのおっしゃることは素晴らしい綺麗にトイレ掃除をして感謝の気持ちを忘れず ありがととう言えばいいいことは分かっているんで,すでも私はとてもそんな立派な人格者にはなれそうもありません。分かっちゃいるけどできないんです。そういう方に私はこう言います。立派な人になんてならなくていいんです。人格者になんてならなくていいんですよ。欲深い人間でいいじゃないですか。 「トイレ掃除をする人は立派だからトイレ掃除をするのではなくトイレ掃除をすると臨時収入があるらしいからしてみようかと思っていいのです」「この方が長続きしますただし執着しないこと面白がることが大事」「ありがとう」という言葉も口にすれば口にするほど 自分にとって得なことが多い。そうわかるとどんどん言いたくなってしまいます。欲の深い人ほど実践率が高いでしょう。私は百パーセント美しい心を目指すのではなく、究極の尊徳感情ができる究極の欲深人間になってくださいとよく言います。 自分のためではなく他人が喜ぶようにというのも実はその方が自分にとって得だから人に喜ばれるように生きれば生きるほど自分にいいことが返ってくると知ってしまったので人に喜ばれることをしているのですこれが究極の損得感情です 体にいいこと、愚痴、不平、不満、人の悪口を言うのはやめましょう。というと、それは分かっているのですが、やめられません。と、皆さんおっしゃいます。別に無理してやめていただかなくていいのですが、愚痴や不平、不満、人の悪口ばかり言っていると、体に悪い。そういう方に限って、 体にいいことをしようとテレビ番組を見て納豆を食べたりウォーキングをしたりしているようですもちろん納豆もウォーキングも結構ですがありがとうも体にいい健康のためにありがとうを活用すればいいものすごく高いお金をかけて体にいい健康食品も買い集めて食べていても 毎日眉間にしわを寄せて怒ったりこれは体に悪いんじゃないかこれは害になるんじゃないかと心配しながら生きていると体は病気に向かいがちですたとえ防腐剤や着色料の入った食べ物でも「私の体の一部になってくださってありがとう」「栄養になってくださって ありがとうと手を合わせて食べている人の方が意外に元気だったりします。